こんにちは、速稼塾の久保です。ナミさんからの、ね、動画送られてきましたんで、また概要欄に貼っときますけども、今回はね、暗号通貨、仮想通貨のことですけども、私もね、インターネット、いわゆる情報の業界に入ってすぐになんですよ。情報革命の後は通貨革命が来るということで、通貨のね、新しい形の情報を追っていった時に、まあ暗号通貨、ブロックチェーンっていう概念ができてるんだよってことを知って、しかもその時にはもうすでにこのビットコインとかあったわけですよ。だから私が暗号通貨みたいなのを知ったもう何年も前、下手したら10年以上前から、この暗号通貨っていう概念を、ブロックチェーンっていう概念を世の中に広めていこうんだっていうね、まあ、ムーブメントってあったんですよね。だから天才っていうのは10年とか20年先を行ってるんで、だから一部には私たちがね言ったことってのがなんか荒唐無稽なことを言ってるなっていうふうに受け取られるのもしょうがないのかなと思うんですけど、数年経ったらほらねってことがやっぱりこの10年振り返ってもね、かなりあるんですよね。かなりある。普通の人でも金持ちになれるみたいな話っていうのはね、確か私2005年ぐらいに聞いたことがあって、でしかもそれをまた YouTube でもね、当時全然普通の人以下の私がね、それをまあ希望に拠り所にしてきたわけなんですけども、今まさに普通の人出身で天才とかね、生まれながらの御曹司を凌駕するみたいな道はもう開けちゃったというかね、で逆に愚かな情報に包まれてると、その愚かな情報にずっとねくっついてって人生駆逐されちゃうんで、非常に危険だなと、まあ、つまり目利きがだいぶ医療になってくるなという中で、じゃあ自分は日本円を持っているべきなのかとかね、ドルを持っているべきなのかとか、ルピアっていうインドネシアの通貨を持っているべきなのか、先進国の通貨、自国の通貨、それから発展途上国の通貨、これだけでもだいぶ選択肢って増えると思うんですけども、なんかね、未だにね日本円しか持ってないとかねいやそれはないだろうと思うんですけども、まあそうは言っても日本円以外の買い方ってのはほとんどの人が知らないまんま今に至るっていうかね、パスポートですら4人に1人しか持っていないこの日本というね、世界最強のパスポートをほとんどの人が軽視してるという状態とものすごく似てるなっていうのは、日本円をねすごく信頼してるのかなと思うんですよ。もちろん信頼に値する通貨ではあると思うんですけども、10年後どうひっくり返るかっていうことを考えていくと、まあ日本円は今急速にね円安に向かっていって、有事の際の日本円買いっていうのはもう成り立たなくなってきてるってことは、こうやって相場を見てると気づきますよね。だからもう完全にもう見えてる世界が、違うなと、私はなんか自分がすごいだろうっていうわけじゃなくて、あ、投資家の目線ってこうなんだって思いますよね。だからなんかこう、なんですかね、まあ、狭い部屋にいてね、これが世界なんだ、まあベッドですか、ベッドの上に寝そべっていて、わあ世界って広いなーって思ってる人なのか、それともね、少なくともドアを開けて街に出かけていって、あ、自分と全く違う世界があるなーっていうふうなのも込みで世界って広いなーって感じるのぐらい全然違っていて、白いカラスっていうのが見たことあるよって言っても信じてもらえないんですよね。でも実際に白いカラスって発見例があるわけですよ、突然変異とかでね。そればかりかブチのカラスもいたりとかねするわけなんですよね。でも実際に本物を見た人がどれだけで本物の話をしても、本物を見たことがない、黒いカラスしか見たことがない限定的な人生しか歩んでない人は大多数なんで、その大多数の人がみんなが言ってるじゃんみたいなね、テレビが言ってるじゃんと、ほら国が認めてるじゃんみたいなね、すごくこう洗脳状態、軽く自己洗脳状態に入っていて取りつく島がないみたいなことがあると思うんですけども、さあいかがでしょうか、ビットコインの世界、暗号通貨の世界はまだ来てないんでしょうか。まだ正式には来てないかもしれませんけども、でも法整備がなされてね、まあアメリカの議会でも SEC 裁判になったりとかね、それから、まあ、中国をはじめとする共産圏ではその利用が禁止されてとかね、じゃこれで暗号通貨っていうのは単なる一部の人の妄想なんでしょうかって話ですよね。どうなんでしょうかね。携帯電話も最初はね頑固に使わない人っていたんですよ。もっと言えばテレビはほとんどの人が買えなかった時代っていうのは街頭テレビとか見てましたよね。それからもっと前ですけども、カメラね、写真機と言われた時代なんですけども、カメラは怖いとかって、写真機は魂抜かれるみたいなことを本当真に受けて信じてたんですよ。で今
スマホで写メが当たり前の時代には、いやそんな笑い話が昔の人はバカだったんだねって言いますけども、いやいやそんなことはない、あんまり変わんないですよと、今の人もバカですよみたいなね、聞いてちょっとね、未来から見るつもりは全然ないんですけども、今今日の時点で人類が持ってるテクノロジーのレベルからすると、え、君たちまだそんなことやってんのみたいなね、まだ裸足で歩いてんのみたいなことを言わないといけなかったりするもんなんですよね。まああんまり言葉にするとトゲが刺さるんで、まあ、思うだけにはなっちゃうんですけども、まあ、やっぱこの通貨のね、その適正価格っていうのもすごく今まで私がお話ししてきたね、今日のお話と似ていて、あの今日の適正価格が今日マーケットでついてるんでしょっていうことなんですよね。うん、まあでもね、仮に今日ビットコインに全く関心がない人は、今日ビットコインがなんか540万になったよって言っても何のことか分かんないんですよね。何のことか、これほど大事なことが動いている今日なのに何のことか分かんないというね。で、相変わらずなんかこうお財布の中に小銭ジャラジャラさせてるというね。もちろんその人の暮らしの中でそれが限界なんでしょうがないんでしょうけども、全然バカにする意図はないんですけども、幸せに豊かに生きようとしてるんだったら捨てなければいけない情報と取らなければいけない情報があるのかなというところですよね。というところで今回もステーキング動画ありがとうございました。